俺が忘れようか。そっちまで行っちゃうの。全く計画性のないんだね。さするには金けたら。患者の引き続く増加傾向に伴う病床の転用や人員の配点等によって新型コロナウイルス感染症患者のための医療と通常の医療との両立が困難な状況となってきています。都は病院の実情に即した医療の配信の措置経営などを行っているということです。現場は医療者の調整が必要です。地域社会ですね、超える高い水準で推移し、調整が前週よりもさらに難航し、連日、翌日以降の調整に繰り越し、待機がなくされる例が多数生じています。割合は60代以上が11月中旬以降増加しており、全体の 50% を超える高いとともに、基本的な感染予防策、環境の清式、消毒を徹底する必要があります。全療養者数は増加傾向が続き、前回4429人から5070人となりました。内訳は入院患者が1960人、宿泊療養者が938人、自宅療養者